暴いてやる。いいんだな。わしに話しかけたということは、仕事を引き受けるという理解でいいのかな？答えを聞かせてもらえるか？その選択を待っていた。ではメメントスに行こう。異世界ナビがあるはずだな。お前のスマホにある目玉のようなアイコン、それが異世界ナビだ。タップしてくれ。さて、本格的に仕事始めだ。ここからはコードネームで呼び合うことに。先ほども話したが、メメントスは大衆の集合的無意識だ。本名で呼び合えば何らかの影響で人々の認知に作用し、わしらの身分が発覚してしまうリスクも、ゆえに仕事の時はコードネームで身の上を隠すこととしたい。それに偽名と真名で呼び分けるのはなかなかにいなせだと思わんか？みなとも知らんのか。つまりその直くてかっこいいということだ。お前のコードネームはわしの想像の上を行く不思議なやつだから、ワンダーにする。こういうのは直感が大事だ。わしは直感でお前をワンダーと決めたぞ。わしのことはキャドルと呼んでくれ。自分でもわからんのだが、直感だ。わし、仕事の内容は道中で共有させてもらうぞ。先ほど言いかけたお宝の件も含めてな。では行こうか、ワンダー。ち、わしとしたことが敵の接近に気づかないとは。おそらくは木内の歪んだ欲望に触発されたシャドウたちだな。まずは目前の敵を蹴散らすぞ、ワンダー。目に物見て。何その仮面。ロブロに止まれ。ちょっとビビってんの？来るぞ。許すな！はっ！せーの！よく見える。ビビってんの？
受けてみろ。当然の結果だ。終わりだ。よし、片付いたな。このまま一気に突っ切って、応援だと。し、背後のシャドウも迫ってきたか。まずいな。そうしたいのは山々だが、どの逃走経路も塞がれている。やるしかない。わしは後ろのシャドウを何とかする。お前はお前で切り抜けろ。消えた。一体何だったんだ。まあいい、行こうか。ワンダ、危険は去ったが長居する場所でもない。探したと申し上げておく。ご案内させていただく。お時間を頂戴した。現実のあなたは学校なる場所からの帰り道、ゆえにそのお姿、そう心得ていただきたい。さて、君はまたしても興味深い選択をしてくれたようだ。主が以前におっしゃった破滅に抗うための欲望の鍛錬である。あなた様が自らの選択で異世界に訪れたことは、欲望の鍛錬に挑む意志があるということ。ゆえに我々も君の旅路をサポートできればと思っているのだよ。メロペ、試したいことがあると言っていたね。始めてくれたまえ。モントよ、はじめまして。よろしくお願いね。あなた様が先ほどご覧になったものは、ある人間の認知存在。そう、あなた様の心の奥底に眠る認知から、私めが具現化した存在とご理解いただきたい。あなた様がよく知っている人物の認知か、顔見知り程度のものの認知か、もしくはあなた様の記憶になくとも知らず知らずのうちに接していたものの認知か、それは
私目にはわからない。しかしながら共通しているのは、この者たちはあなた様のように強き欲望を抱く者、あるいは抱きつつある者、もしくは抱いていた者など、本人が最も強く抱いた時期の認知が反映され、形容は様々になっていると心得ていただきたい。今はあなた様が認識していなくとも、欲望を抱く者同士は惹かれ合う。何にせよあなた様はいずれその存在を認知するであろう。そして欲望が失われつつあるこの世界で、原石のような輝きを見せる彼らはさながらアイドルのよう。ゆえに彼らが刺激する力はペルソナデュオと命名させていただいた。さよう、二を表す言葉、二人組であり、あなた様のペルソナに次ぐ二番目という意。その他、二人で歌唱をする際のデュエットの略称ともかかっている。アイドルユニットさながらにあなた様の戦闘のサポートをする認知存在、それを名付けてカイドル。カイドルが扱うペルソナデュオはあなた様のペルソナを参考にさせていただいており、その原型はメメントスをたゆたうシャドウと認知元の人物の欲望を組み合わせたものである。また回答にはコードネームが不可欠であることも心得ている。よって僭越ながら私目からコードネームもご案内させていただいた。これまでにない達成感を覚えていると申し上げておく。今後も私目からのより一層のサポートを覚悟していただこうか。我は汝、汝は我、汝新たなる欲望の共振をつかむ。それはすなわち破滅の円環へと抗う生命の芽吹きなり。我が汝らの欲望の共鳴にさらなる成長を求める。そう、一点ほど補足をさせていただきたい。あなた様の深層心理にはあなた様が持ちうるいくつもの人格、ペルソナも存在している。これらは認知の具現化の際に抽出され、あなた様の心に芽吹く。いわばそれらの存在やカイドル、そしてペルソナディオを駆使して来るべき破滅に備えていただきたい。私めは存じ上げぬが。やはりと言うべきだろうか。ああ失礼、この世界はまだ謎も多い。何かの歪みが起きているのかもしれないね。さまざまな意識の交差によるイレギュラー、私たちが知り得ぬ特別な空間もあるよ。もしあなた様がご興味がおありなら、行動に移すことも欲望の鍛錬の一つだと提案する。私めもコンシェルジュとしてできる限りあなた様をサポートさせていただく。またカイドルの力が必要な際は心の中で私めを呼んでいただきたい。お前、ぼーっとしていたようだが、どうかしたのか？会話になっていない。わしの理解を超えた何かの発言か？それとも意思疎通の放棄？さてはお前、疲労しているな。学業の後に、あのシャドウどもの襲来だ。無理もあるまい。そういうことなら便宜を図ってやる。喜んでくれていい。
変身。これでいい。メメントスでは大衆の認知が作用しているのは話だな。そこに溢れている動物が乗り物に変身するという認知を利用させてもらった。なぜそんな認知が溢れているのかはわしも知らぬ。さあ乗ってくれ。車は運転されて役割をなす。エンジンをかけてアクセルを踏め、あとはハンドルで操作だ。何？わしが空気を読んで適宜フォローしてやる。よし、それでいい。では仕事と行こう。まずはメメントスの奥を目指すのだ。目的の場所に近づいたら知らせてやる。冠水だ。フェンシングが役に立つかもしれないな。待ちくたびれたぞ。準備が整いました。いつでも行け。さて、待ちくたびれたぞ。待ちくたびれたぞ。俺はスミトシヤ。仲良くしてくれると嬉しいな。サポートするよ。私ならできるわ。
本業もおろそかなのに怪盗か。早く動きたい。んじゃ気張ってみるか。うち8時にヤシブで起けるんだけど乗り越しない？そろそろ声がかかる頃だと思ってました。はい、ご用ですか？お任せください。フェンシングが役に立つかもしれないな。大切なものを守るために俺は戦う。背中の赤い帯引っ張っちゃダメですよ。ブイのお体とくとご覧あそばせ。ギドル、いろんなことが知りたいな。さて、我が輩の力が必要みたいだな。よし、じゃあ始めっか。私の出番？いつでもいい着想が得られそうだ。私の力が必要かしら。一応コミショだからな、そこんとこよろしく。ごきげんよう。お手並み拝見といこうか。状態は？さて、仕事の時間か。私にできることは？